まあ、この大通りを、まあ、道なりある程度道なりに進んで、まあ、右の方ですかねに行くと結構近くに首里城ありますので、はい、今ホテルから3分ぐらいのところなんですが、はい、首里城公園 1.8 キロ、結構あるんですね。30分弱ぐらいかかるかもしれないですね。お、猫がお昼寝休憩中です。結構首里城の近くは丘になっていて、坂道なんですよね。まあ、その分首里城は景色がいいってことも有名ですけども、まあ、まあまあ登ってる感じですね。いや、お分かりになりますかね、これかなりの坂道、ずっと坂道なんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれないですが、これコロナでなまった体にはきついですね。なんかバスとかタクシー通るんですけど、ちょっと徒歩の選択失敗だったかもしれないですね。これ帰りは楽ちんなんでしょうけど、行きは辛いですね。すごい急。ただ結構もう登ってきたんで、街が見下ろせますね。だいぶ高いところまで来ましたね。まあ、なんか門がありますね。いや、坂道続く。見える範囲ずっと元坂道ですね。なんとなくあそこまで行くと登りきる感じに見えますが、どうでしょうか。もう結構歩いてきましたからね。さっきのは錯覚ではなく、ようやくここから平坦な道になりました。いやー、相当疲れる。あ、なんかうまそうなカレー屋がポケットバーに。はい、なんか大きい建物あるなーと思ったら首里高校だそうですね。これあれじゃないですか、建て替え工事ですよね。こっち側の校舎は結構もう古い感じ、まあ、おしゃれですけど、あっち側は今工事してますもんね。で、この校舎すごいピカピカですよ。この辺も工事中ですし、韓国寺。ここはお寺なんですね。いや、もう今日も20度以上あるから冬だけど暑いですよね。お、すごい、見てください、これ猫の足跡ですよね。すごい、固まる前に歩いちゃったのかな。うん、ちょっと芸術的にできてるっていいですね。おう、うん、でもこのね、なんか琉球造りじゃないですけど、沖縄の建築物っていう感じで、まあ、なかなか味があっていいですね。県立の芸術大学みたいな感じですね。
なかなかでかいですよ。相当生徒もいっぱいいるんだろうな。まだつかないかな。もうちょいかな。はい、大通りにぶち当たりましたね。これもう着くんじゃないですかね。この前に直進する道が車乗り入れ禁止になっていて、多分この先にシュレーモンがあった気がするんですよね。うん、もうすぐですよ、ようやく。あ、首里城前って書いてありますね。ね、首里城前。なんか商業施設、首里城のなんだろう、レストランか何か、営業中って書いてありますけど、見えてきましたよ。レストセンターって書いてますね。あ、ちょっとだけ見えてきました、シュレーモンが。ようやく、今ちょっと沖縄ホテルから徒歩で何分かかるか計測してますんで、そうですね、おじさんが歩くとこのぐらいかかるっていうのをご紹介したいと思いますが、まあ、ちょっと時間も遅いっていうのもありますけど、観光客も誰もいないですね、この辺には。まあ、普段ならねすごい人なんでしょうけど、ちょっと今時期が時期だけにですね。いやー、着きましたよ。おー、ちょうど30分ですね。はい、29分、約30分かかりました。はい、シュレーモンですね。よし、一応まあこうね、お辞儀をしてね通りますか。いや、こんなでも誰もいない中通るのは初めてかもしれないな。で、そうそうそう、これが以前ご紹介し忘れた世界遺産なんですよね。うん、おー、すごいですね。これがあのね、焼失はここは全然していないので、正殿とか焼けちゃいましたが、ここは残っていると。うん、歌木石門っていうんですね。まあ、歌木石門ですかね。この歌木の石門っていうのは、まあ、神社でいう拝殿にあたるみたいですね。まあ、この後ろの森が、まあ、その拝殿の、まあ、役割を果たしていて、建物ではなく、まあ、この森自体が、まあ、神聖なものとして崇められていたということのようですね。まあ、そこの、まあ、門ということですよね。まあ、入り口っていうことのようですね。1519年頃に、まあ、作られたんですが、まあ、先の大戦で、まあ、焼失してしまったということですよね。で、また復元をされたということのようです。いや、さっきまで暑かったんですけども、ややあの穏やかな涼しい風が流れて若干気持ちよくなります。今もうちょっと結構汗だくなんですけどね。で、目の前のあの上の方ですね、この高い方にあるのが、あの、まあ、正殿とかがあるあの一帯の部分ですよね。あとは展望台とかもある方があちら側ですね。
ここがビジターセンターみたいなところで、普段はねお店とかやってるんですけども、やっぱり今はやってないですよね。ああ、いや風気持ちいいですね。まあ沖縄来たなって感じしますよね。まあ海とかね、景色のいいところもそうなんですけども、やっぱりこの首里城ね来ると沖縄来たなって感じしますし、気持ちいいんですよね。じゃあちょっと飲み物も調達したんで一服しますか。あの首里城にはですね、大変豪華な喫煙所がありますので、愛煙家の皆様にご紹介しますよ。ここね、多分首里城で唯一じゃないかなと思うんですけどね。まあ、最近はあのいつ来ても誰もいないんで、あのね、キムタクなく据えていい喫煙所です。じゃあ首里城公園の見学も終わったので、ステーキ食べ行きますか。中に入らなくてもね、この首里城のね公園に来るだけで結構いいですよね。まあ、特にね何も観光してませんが、休憩しただけで。もうほぼほぼ日も落ちてだいぶ涼しくなってきたので、これからは山下りをする感じになります。以上、ここまで首里城の公演をお伝えいたしました。はい、下山をし始めてから20分ぐらいですね。朝とのホテル近くのサウザンステーキ境町店っていう、初めて行くところなんですけど、今そこにもうすぐ着くんですけど、まあやっぱ下山は楽ですね。10分早く着きそうですね。愛っていうスナックがありますね。あれこの辺なんだけどな、ないな。サウザンステーキ、あのホテルからもまあ比較的すぐで、朝戸駅からも本当数分で来れちゃうんですよね。あれないな、ちょっと探します。いや、あれって思ったら完全通り過ぎてましたね。しかもやってない。じゃあ他のもう一軒あの近くにあるので、そこをちょっと行ってみましょうか。この辺は朝戸の駅前なんですけど、飲み屋さんがたくさんあって、まあ、若干異国情緒あるような東南アジアっぽい感じで、なかなかあの昨日もお伝えしたように良さげな街なんですよね。さっきのサウザンステーキさんは、まあ、コロナの影響でちょっとね閉店してるのか、ちょっとなくなってしまったのかわかんないですけど、うん、そう、こういうね路地にね
飲み屋さんがいっぱいあるんですよね。うん、これはもうそこね、ユーレールの駅ですからね、その上がね、もうほんと近いんですよ。